ガラス製のアラバストロン。紀元前1世紀か2世紀。イタリア半島産とみられる。アラバストロンは古代の陶器の一種で、香油やマッサージ用油の容器として古代に使われていたものである。紀元前11世紀頃の古代エジプトが発祥で、アラバスターを掘った容器が最初であり、そのためアラバストロンと呼ばれている。それが古代ギリシアに伝わり、そこから各地に広まった。 多くのアラバストロンは、ほっそりしていて、底が丸く、首の部分が細くなっていて、口は丸く広がっている。取っ手がないことが多いが、耳のような形状の突起がついていて、そこに穴が開いていることもある。その場合は穴に紐を通して持ち運びしやすいようにした。古代エジプトの初期のアラバストロンは、ヤシの木を模した形状で、円柱状の胴体に、 ヤシの葉が広がったような上部と脚部があった。後にガラスで作られるようになり、ホタテ貝、花綱飾り、幾何学模様はジグザグなどの様々な模様で装飾されるようになった。紀元前7世紀頃、ギリシャでアラバストロンが広まり、古代ギリシアの陶芸の重要な要素の一つとなった。古代ギリシアのアラバストロンには次の3種類がある。アラバストロンは、古代には、 世界各地に見られ、アシリア、シリア、パレスチナなどで特に多い。ギリシアやエジプトから輸入したものや真似て作ったものと見られている。古代ギリシアでは最初の100年ほどは銀器としてアラバストロンを作っていた。細長い形状で高さは1 2トルから1 6トルで成功に装飾されていた。一般に水平に4つのゾーンに分け、装飾を お状情に施している。ありがとうございます。